東京都で今日新型コロナウイルスの感染者が新たに28人確認されたことが、東京都の関係者への取材で分かりました。都内では昨日15人の感染が判明していて、10日連続で100人を下回りました。また、40人以下は7日連続です。東京都では今日新たに28人が確認されました。